ちょっと男女のチョコを私の想像してみたいななんて思うんだけど、はい、なんかさちょっと役決めてやってみない？こういうお芝居ってこと？そう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 、おいいね、そうそうそう、うんうん、あのあ、いやいや、あの今日バレンタインデーなんで、うん、先輩にチョコ作ってきました、うん、おー、ありがとう、受け取ってください。ありがとう。あ、じゃあこのタイミングで先輩、私先輩のことが大好きです、はい、付き合ってくださいダメだ恥ずかしい先輩いいよ、付き合おう。ちょっと待って、ちょっと待って。ごめん。恥ずかしいとか。恥ずかしい。大事言わないから。いやー、ちょっとね、寸劇やってみたけど恥ずかしいね。ダメだね。ダメだね、ダメだね。もう暑い。暑いね、ほんと。暑い。いや、でもね、今日ね、もしかしたらそういう人たちが全国各地いっぱいいるかもしれないよ。ああ、付き合った人たちがいるんだな。そうだよ。おめでとうございます。おめでとうございます。なんでそんな、もうめっちゃ疲れてるやん。だって暑いんだもん。はい、混ぜまーす。フルーチェ。弾力が出てきた。あ、え、ねえ、混ぜすぎた。あ、ごめんごめん。嘘でしょ、ねえ。こっちのセリフで。あ、ほら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 。早く混ぜないと。やばいやばいやばい。今日はね、とある企画を、用意しております、その名もですね、うん、歌手ジェスチャーゲームです。はい、例えば、うん、曲ってわけじゃないよね。そうそう、曲じゃないです、曲じゃないです、はい、お題が、私たちの手元にね、うん、今何枚かあるんですけども、はい、そちらをこう弾いて、うん、例えば私が弾きました、見ます、はい、お題を見ます、はい、でそのお題に合わせて例えば犬って書いてあったら、うん、答える萌実ちゃんはちょっとあの、まあ、横を向いていただくか、ね、見ないように、はい、見ないように、うん、で皆さんにこうやってお題も見えるようにします。なるほど、うん、でそれで私が例えば犬ってここに書いてあったら、うん、ワンワンと言います。そしたら萌実ちゃんがワンワンってなんだって思ったらその犬って答え正解みたいな感じで、はい、あ、マリオマリオマリオ、そう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 、スターをね、お、そしてこれはね、ピヨピヨピヨ、ひよこ、ピヨ、なんだなんだ、ピヨじゃないな、ピヨ、あ、あ、信号信号信号、そう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 、光って見えないって、ね、これなんだっけ、あ、テレテレテレテテ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 テ、づくし、これ難しいな、づくし、もうなんか殴った音、殴った音、なんかボン、ボン、なに、クラムボン、ぐしゃ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 、あ、わかった、シュレッダー、あー、近い近い近い、ぐしゃ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 、ボン、バム、なんだろ、カチャ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 、PC、お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 、あ、ぐしゃぐしゃぐしゃ、あ、消した音、ファイルを消した音、ファイルをゴミ箱に入れた音、あ、そう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 、ゴミ箱を入れた音、あ、すごいね、私すごくない、私すごくない、でもこれ伝えた人が勝ちなんでしょ、そうなの、あ、どうしよう、私どうしよう、すごい、やった、嬉しい。じゃあ、いきますね、はい、よーい、スタート。ね、うん、シュー、ガタンゴトン、ガタンゴトン、電車、正解、ヒュー、バービー、正解。トゥルルルトゥトゥルルルルトゥルルルトゥトゥルルルル、え、なになんか最後めっちゃ幼くなかった、待って待って、これ知らないの、もう一回、もう一回、もう一回、なんかリズム悪くない、めっちゃ歌ってるけどやっぱ悪いんじゃない、あ、それで分かった、髪切った、Mステ、Mステ、正解、マ
はい、ブル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 ブリアブル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 やからでもいいかな、やからでもいいや、はい、あでね、あこれこれがなんか伝わらなかったの、トゥルル、いやそうなのこれね、アスさんのリズムがね最初ね、うん、全部同じだったの、ふわりが、え嘘、トゥルル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 ルみたいな微妙になんかフロットしたりとかしてて、でこれやり始めてから分かった。あ、ちょっと絶対これだ、確信になった、そう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 、もうこれダメだと思って髪切ったって言っちゃったんだよね。そうだね、タモリさんだね。そうそう。はい、ちなみに一番の六つの神義行はですね、はい、坂本龍馬が亡くなった内方ねでございます、はい、そして2番の千代金丸、うん、こちらないとおっしゃってたんですけど、うん、重要文化財でございます。めちゃめちゃ大切に保存されてる、はい、こちらありますね、はい、ハン・アンチさんが持っております。ハン・アンチさん、王様でございます。王様内刀です。内刀、まあ、そしてこちら岩刀氏ですね、はい、うん、こちらどなたのものかな。一回あのね聞いたことあると思うよ。わかる、私歴史聞く。ね、歴史じゃなくても人物、そう小さい頃とかに、うん、まあ絵本とかで、絵本、うん、日本の人、そうだよね、うん、絵本で、絵本とかでもたまに見えるかさ、玉坂じいさんだろ、そういう感じ。あ、でもはい、じゃん楽しいお祭り屋さん、これ初めて見たんです。チーク菓子ですね、チーク菓子なんですけども、初めて見たので買ってきました。懐かしい、これ初めて見たんだけど私まずねトレー、これにカップ2杯の水を入れます。ちょっとここでストップ。カップ2杯、どれくらいさ、お水がいるか分かんなかったからさ、ちょっと2リットルのもの買ってきちゃった一応買ってきたんですけど、2リットルのお水でもさ、これ見てる限りさ、これだって、これに入れるんだって。何このタイトル、本当だ、タイトル、タイトルがなんか変わってるんだけど、朝日の一人2杯の水を入れます。待って、まずこれがさ、こんだってこっちの方が大きいじゃん明らかに。待ってね、ちょっと待ってね、みんなに見せながら超大変。 2cc って、腕が痛い、腕が痛い、あーあっ、こぼれ、あーこぼれた、ちょっと、あスプーン、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 どっか行っちゃった、あったあった、これで30回混ぜるんだって。いきまーす、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30。こんなもん、あっリンゴの匂いがする、リンゴの匂いするよ。でもこれこんなもんでいいの？はい。で、混ぜ終わったらすぐ、あ、すぐにすぐに、すぐにリンゴの飴型に入れます。リンゴ飴型に入れます。すぐだった。どれ？あ、もう固まってきてる。待って、これどこ置けばいいの？あ、これだね。これだね。うわー、もう。ほんと？マジで？あ、ほんとだ。もう40分。待って。急ぐ急ぐ。あと5分で終わらせなきゃ。今、2個作ったので、これを、
トウモロコシのキャンディーにつぶつぶをトレーにギュッと押しながら転がしてつぶつぶをつけます。オッケー。はい、ということで全部できた。ちょっと今やっと全部できたんだけども、ティッシュティッシュ、指がチョコレートまみれになっちゃった。あ、そうそう、うん、一応これとかもあります。これ何？これトウモロコシだって。はい、ということで終わりました。ありがとうございました。置いとこう。はい、置いていきます。はい、ということでもうこんなになると思わなかった。なんかとりあえずこれを作るときは、まあ、学んだこと、水は2リットルいらないということと、ハサミがいるということ。あとこれちょっと初めての方とか1時間は見てた方がいいかもしれない。いや私だから30分くらいかかってたのかな。まあ、ちょっと最初のね雑談もありましたので、はい、ということで30分40分ぐらいはあると思います。そうね、せっかくなので1個ぐらい食べましょう。何食べようか、リンゴ飴食べようかな。リンゴ飴、じゃあリンゴ飴いただきます。いただきます。うん、リンゴのリンゴジャムみたいな感じかな。なんともこう形容しがたい。うんうん、リンゴのジャムが近いと思う。はい、ということで、ね、あ、ポテトですか？ポテトの味、ポテトちょっと食べてみますか。ん？うんとね、形は、うん、ポテト。食感は、なんだろう、なんか、ふにふにしてる。ふにふにしてる。うん、なんだろう。なんなのかな。ちょっとこれ難しい。で、味がね、やっぱり、うん、パイン。うん、やっぱりパインでした。そう、ふにふにしてるの。でも見た目は完全、ポテト。です。そう、味はポテトじゃないの。マシュマロではないんだけども、なんだろうね、うん、わかんない。ちょっとこれよかったら、強いて言うなら柔らかい、食感だよ、食感。そうだね、柔らかい、すっごい柔らかくした消しゴムみたいな感じの食感、ふにふにしてるの。そう、よかったらぜひこれどんな感じだって思ったら試してみてください。